うわ、静か。クリスマスの約束ね、年末いつもやってるの、中止になりましたよね。で、その最近ね、ちょっとやっぱ小田さんの健康状態がちょっと心配されてる、そういう情報もあったりして、まあ今75歳だそうですね、小田さんね。そうか、もう75歳か、75歳であの声かと、すごいね。はい、平気なんか力です。今日ね、写真撮ってなかったんですよ、全然撮ってなかったんで。まあ、いつも変わり映えしませんけどね壁南火力の写真を撮ろうかなと思いますが、どこで撮るかな。で、その小田和正さんね、75歳で、あまり、最近体調が良くないのか、その体調というか、ひょっとしたら老化現象かな。なんかネットのニュースでね、ちらっと読んだだけなんですけど、どうも、演奏してて、演奏をね、ミスっちゃうことが目に止まる機会が最近多いんじゃないですかみたいな情報が、ニュースが流れてて、ちょっと私ちょっと心配しましたね。やっぱり声も年齢的にね、あ、出にくくなってるなっていうのは、思ってましたけれども、まあそれはね、75歳ですもん、歌えてる方がおかしいおかしいっていうかね、すごいことなんで。やっぱりそうね、高音で伸びのある歌声を出すのっていうのはね、難しいと思いますし、それはね、年々衰えていくのはどうしようかな、あるとは思いますので、その辺はね、私はね、まあそんなにね気にしてません、出ないことはね、ただそのやっぱり演奏の方が滞ってくると、ちょっとね、まあ引退なのかなってちょっと思いますね。それはプロとしてね、その辺はきっとね、小田さんも思うところがあると思いますので。怖いけど大丈夫でしょう。
うん、すごい風だ。あ、いいね。よし、では行きますか。火力の煙がほぼ真横ですね。この辺りの人参の収穫もだいぶ進んだみたいですね。碧南美人。ちょっとあるね。もう12時じゃん。やばい。帰ります。そう、妻にね、お昼には帰ってくるからって言って出てきたんですよね。あ、もう12時じゃん。やばい。やばいやばいやばい。それではね、またね、さよなら。ここ橋を直す。斜めになる。斜めになって走ってます。あ、なんだかな、これいつも撮るところのあたりだね。写真がないからちょっと写真一枚だけ撮ったか。よいしょ。もう12時過ぎちゃったな。いいか。なんか白飛びしてるな。あー、残念。ちょっとね。どうしよう、この辺から撮ろうか。これぐらいか。かっこいいね。こうしよっか。ちょっと写真撮るにはフルフェイスはね、向かない。撮りにくい。よいしょ、本当に帰ります。それではね、またね。
い音。